ママです、つくもやよ。4月1日今日の録音は全部何事も控えめに、午前は今日で午後が吉、事故は土のと、パートを示す影の土、形が完成して特色が目立つ有形や、十二支はうさぎやね、ハゲの木、草木が土の表面に芽を出した状態を示してる。ほんでこの時間と十二支から見覚えを読むと、木穀土、木の根が土を締め付ける余分吸い取るいうことで総穀、物事が順調にいかへん有形や。全部で総穀ってなんや、景気悪そうやけどどうやろかね。まあこれらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆるとえへんなりたいね。ほなまたね。